この事件があって、そうなんですよ。やっぱね、あの教育上ふさわしくない塾長が辞めたからかもしれないけど。逆に、12月10日土曜日に FC 本部の作り方と FC の選び方のセミナーを2つやります。詳しくは LP を見てください。気合を入れて資料を作ってますんでご期待ください。第1回教えて林社長かっこ仮、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、いつも竹村さんがこうためになる話をして、はい、僕がうん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 っていう話じゃないですか、はい、ちょっと多少僕も喋らないとなと思いまして僕が喋れることなんだろうと思ったんですね。やっぱこう多少ですね、はい、SC 本部っていうものをあのやってきまして、はい、年商100億ぐらいまで行ったわけなんで、100億以下の方々だったらあの僕がお悩み相談がギリ乗れるんじゃないかなと思ってそれでいろんな SC 本部の社長にその時期の悩みをね相談してもらって、あー俺もそんな時期あったな、わかるみたいな感じで答えられればなというシリーズでございます。記念すべき第1回は関社長に関本です、出ていただきました。何でも聞いてください。あの僕が分かることだったら、たまにはちょっと僕もあ FC のこと詳しいんだなってちょっとみんなに思われたいんでなんかちょっとなんか相談していただけたら嬉しいです。なるほど。そしたら、はい、今僕らのフランチャイズが、まあ、全国に100店舗ぐらいまでだったらなんか出しても1店舗あたりの売り上げとかあんま減らなそうだなと思ってるんですけど、100店舗100ね、100ぐらいですね、はい、けど一応やっぱ3年で僕らこう200店舗っていうところを目標にしてる以上、はいはい、やっぱりこうもっともっと集客がたくさん来るような仕組みとかをいろいろやっていかなくちゃいけなくて、はいはい、その武田塾が、まあ、最初の時やってた集客と、あとはその事業が大きくなってきた時にこういう集客をやってって、はい、その全国にこう400店舗できたみたいなところをちょっと教えてもらえないかなと。なるほど、はい、分かりました。なんかちょっとね、まだちょっと質問の意味が正確につかみきれてないですけど、まず、はい、最大手の出張買取って何件あるんですか。店舗数でいうと800店舗ぐらいです。最大手が800、はい、じゃあなんで関さんとこ100件しかできないですか。僕ら の, その集客だと、うん、ウェブを中心にやってる業態なので、うん、そのブックオフさんみたいに店舗をドーンと構えて、うん、看板とかチラシとかでのマーケティングをしてないんですよ。で店舗の大きい店舗はどうしても構えられない業態なので、あそこと同じ店舗なしの業態で一番大きいところとかあるんですか。店舗なし業態でいうとライセルテクノロジーさんっていう、はい、会社さんが出張会で採用を追ってて、はい、そこは事業拠点を直営で多分6拠点ぐらいを政令指定都市に構えてる、はい、6拠点で出張買取は何人というか何店舗あるんですか。6拠点だけなんですよ。それを関右衛門のブランドで考えると何拠点扱いぐらいの量やってるの。それで言うと多分査定員が、うん、あそこだと確か400ぐらいいるので。なるほど。ということは少なくとも400件はいけるし、店舗作れば800までいけるんですよね。だから関右衛門は400から800いけますよ。そうですね。ってことなんじゃないですか。僕が、はい、どうしてるかっていうと、はい、まず大学受験における最大手の FC は、はいはい、東進衛星予備校っていうところですね。東進ハイスクールと衛星予備校で1000ぐらいあるんです、はい、ただ、僕と違って一つの駅にもう何個も作れる FC なんですね、はい、だから被ってる駅とかもあるんで武田塾は空気を読んで一応一駅一軒にしてるんですよ、はい、なので東進衛星予備校と同じ規模になるには800かなとかって思ってるんです。で、あと武田塾も東進衛星予備校型に行ければ1000いけるなって思って、うん、それの現在 NOW 400までなんですよ、うん、なんでエリア気にしなければ1000ぐらいまでいけるし、でも空気読んで800かなっていう計算なんで、うん、それと同じように関さんは最大手のところが、店舗ありで800なしで6拠点で400だったら別にそこまではいけるんじゃないですかっていう、ただそういう話なんですけど、はい、そうですね。これから先じゃあこう200、400って増やしていくためにちょっとどういったことをやっていけばいいかなみたいなのがちょっと僕の中でも、大手がやってることをやればいいんじゃないですか。なるほど。いや分かんない。でもけど大手はやっぱお金あるじゃないですか、はい、だからどんどんね、あの派手なことやっていきますけど、はい、やっぱり僕はコスパのいい広告にどんどん投資していくから、そのだんだんその大手と差が縮まっていく、その大手が
やってないようないいサービスやってたり、大手がやってないいい広告を打ってたり、大手が、ね、できないそのいい人材が集まってるみたいな、そういう感じで勝負するしかないんじゃないですか。例えば、まあ、YouTube とかウェブ戦略はね、まあ、東進さんも YouTube やってますけど、うん、全然再生数上がってないですよ、うん、東進チャンネルをね皆さんご確認いただきたいんですけども、まあ、衝撃のチャンネル登録数ですよ、うん、本当にたまにめっちゃ回ってるね、はい、あの YouTube あるんですけど、それは多分 TrueView 広告で回したんだろうなみたいな、うん、そういうのしかないんですね。だからまず YouTube の戦略でまず武田塾が勝ってるんで、じわじわと生徒数を伸ばして多分差は縮まってると思うんですよ、うん、でさらにウェブ戦略も多分武田塾の方が優れてると思うんですね、うん、まあ東進はもうめちゃくちゃリスティング広告とかめちゃめちゃテレビ CM とかやってると思うんですけど、僕たちの方がより効率的に皆さんにお届けしてるような気がする。特に YouTube なんて資産として残るじゃないですか。だからいいですよね、消えゆく広告に使うよりも形として残るもん。だから関右衛門さんもチャンネルやってるじゃないですか、はい、チャンネル、あれが資産となってだんだんと買取業界の人に広まっていって大手の差が縮まるんですよ。さらに最大手の800とか400のところは直営ですか。直営ですね。ということは直営の社員なんかよりも関右衛門のキャラに惹かれたすごい優秀な FC の加盟店のオーナーさんに恵まれて、はい、そんな直営のところなんかには負けないメンバーが揃うわけですよ、はい、その3点で差が縮まっていくんじゃないですか。なるほど。むしろそこで差が縮まって追いつき追い越していく。一応僕も東進を超えられるとね、もう関わってないですけどと思ってんですけど、そんなんでどうですか。だけどまあそうですね、結局その大手がやってないとこでコスパいいとこから差を埋めてって、はい、資金力ができてから大手をこうまくっていくみたいな、ね、こう戦略を考えてる、うん、やっぱりね大手と全く同じことしてもね微妙ですけどね。だけどあとね、まあ、ちょっとね武田塾が大手っぽいことしてるのはタレントっすよね、はい、なかなかサンドイッチマンさんを使えるなんてすごくない、はい、一時期サンドイッチマンさんに、はい、ジェネレーションズさんにあのちゃんさんですよ。あのちゃんさんやばくない？もうこんな使ったらすごそうじゃん。東進のイメージキャラクターは林先生、安子先生みたいな感じでしょ。それよりはまあなんかすごそうに見えるが信頼感があるかなと思って。確かにけど、そう考え他の塾とかはなんかこう真面目そうなこう人しかあれだからイメージキャラが入ってこないですね。まあね、和製赤が芦田愛菜ちゃんとかかなとかね、そういう方がいらっしゃるかもしれないですけど、一時期ねオリエンタルラジオさんがね、あのサナル予備校とか、あの真剣ゼミとかやられてた気がしますけれども、まあ、あんまりいないですよね、そういう点でもちょっと大手に差を縮められる戦略だったんじゃないかなと。あのすごいんですよ、武田塾は去年よりも生徒がね 20% 以上多いんですよ。へえ、店舗数が 20% 増えてるわけじゃないですよ。そのね店舗数はほぼ変わらない。へえ、すごい。うん、そうなんです。あの事件があって今そうなんですよ。やっぱね、あの教育上ふさわしくない塾長が辞めたからかもしれないけど、逆に、なんでまあすごい順調に伸びてるんで、こういう戦略が当たってるから伸びてると思うんですよね。あと YouTube のね、なんか社員が自主的にやってる若手 TV っていうチャンネルとか、そういうのを関右衛門さんがどん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 仕掛けていけば、まあそんなすぐには結果出ないですけど、だんだんと縮まっていくんじゃないですか。なるほど。だから逆になんか大手がそんだけ言ってるのに自分のところは100しかいけない、意外となんかあんな破天荒なキャラなのになんか、いや、うん、今のままだとって感じなんで、うん、ここからどん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 伸ばしていく計画の中で、ちょっとどういう施策を打ってって、まあ、200、400ってやっていくかなみたいな、うん、なるほどね、いけますよ。ちょっとコメント欄とキャラ違いすぎて大丈夫ですか。それだけそこだけ心配になるけど、すいません、はい、こんな話で視聴者さんは興味があるのか心配ですけど、試しに、どんどん FC 本部の社長さんを招いて、いろんな悩みを聞いていこうと思ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで